昨日、岩沼市で下校中の男子小学生が近づいてきた男に突然顔を殴られました。警察は暴行事件として捜査しています。警察の調べによりますと、昨日午後3時20分ごろ、岩沼市桑原4丁目の路上で男子小学生が一人で下校していたところ、後ろから近づいてきた男に顔を2回殴られ、右目付近に軽い怪我をしました。男は年齢は20代から30代くらいとみられ、短髪で黒い上着に黒いマスクを身につけ、黒いスニーカーを履いていたということです。現場は岩沼南小学校近くの住宅街で、事件を目撃した人はいないということです。警察は男の行方を探すとともに、周辺の警戒を強化しています。